ごめんね。一人で寂しかったよね。髪の長い女が殺されたんです。どういうことですか？先月に起きた団地の放火事件です。カズマ君、肝試しの動画を撮りに行ったんです。あんたの弟助からないよ、呪いかけられたんだ。壁紙が、うわ、これはとんでもないものを見つけてしまったかも。災いを呼び寄せる。呪いは存在する。だって私見たんだから。